横断玉田家ラジオ。この番組は四代目玉田玉秀斎とその弟子の玉田玉山でお送りいたします。さあ今日も始まりました第40回講談玉田家ラジオでございます。はい、青山ビルさんより公開生放送、公開録音をしておりますけれどもね、はい、今日たくさんのお客様お越しですね。そうですね、ありがたいです。今日も拍手の音圧が違う。はい、違いますよ。あ、違いますか。はい、違います。マイクも変わりましたから、ね、マイクが違いますから。はい、これ A マイクですね。いいマイクです。玉山さんが選んできてくれた。はい、ね、はい、もう講談玉田家チャンネル、はい、音が悪い、音が悪いと。そうです、聞くに耐えないって言われました、この前。あちらこちらからもうなんであんな音なのもうなんか聞こうもでも5秒しか耐えれないと。はい、なんか5秒以上聞くことができる音質にしてくれっていうことで、そうですね、はい、1ヶ月前にマイク買ったんですけれども、はい、もう玉山くんらしいですね、はい、1ヶ月間ずっと持ってこず。そうなんです、はいはい、やっと今、はい、目の前に、はい、やってまいりました、はい、どうですか玉山さん。いやー、この黒い感じいいですね玉山さんどないしたんですか。何がですか。なんかお疲れなんですか。お疲れじゃないですよ。なんか玉山さんのあの激烈面白トークが出てこない。激烈面白トークできないんですよどうしたんですか。なんか玉山さん変ですね今日。今日変ですか。なんか変ですよ。あ、そうですか。まあ頑張っていきましょう。頑張っていきます。もちろん頑張ります。40回ですからね、はい、さあそれでは参りましょう。続いてのコーナーでございますけれどもね、たまたまこんなニュースを見つけましたのコーナー。はい、さあこちらのコーナーでございますけれども、玉田玉山さんが、夢と申しますのが、はい、なんといってもニュースのコメンテーター。そうですね、もうニュースのコメンテーターというと、はい、もう世の中にあるさまざまなニュースを、はい、切って切って切りまくる、はい、いや今回玉山さんが目指すニュースコメンテーターは、はい、切らない切らない、優しく包み込む、優しく寄り添う、寄り添う包み込む、はい、そういうコメンテーターがこれから来るはずだ。はい、それに向けて玉山さんが今優しく包み込みたいニュースを、はい、それでは発表させていただきたいと思いますけれども、こちらのニュースでございます。はい、隣の学校は USJ 行ったのにコロナ禍修学旅行先変更で波紋、相生の中学校というタイトルでございます。はい、僕らはユニバーサルスタジオジャパンに行けなかったのに、どうして隣の中学校は行けたのか。相生市立那覇中学校で、生徒たちが疑問を抱いている。新型コロナウイルスの感染拡大で修学旅行が近場の日帰り旅行に変更され、那覇中は北播磨の大型リゾート施設へ。一方、隣の私立中学校は、私立って言っても私立じゃなくて、はい、相生市立ってことですね、はいはい、USJ に行き判断が分かれた、うん、なぜ同じ相生市立中で行き先が異なったのか、うん、市教育委員会や中学校に取材をしたと、うん、出てまいりましたね。はい、まだ読みますか。まだ読んでください。まだ読んだ方がいいですね、はい、当初那覇中の修学旅行は5月に東京へ行く予定だったが、うん、都心を避けて長崎に変更、全国的な感染拡大を受け8月下旬に長崎行きも中止になった、うん、これかわいそうやな。そうですね、IOC 教育委員会は近場で、代わりの日帰り旅行をしてほしいと各校に要請、うん、具体例として県内のほか岡山、広島、滋賀などの近隣府県を行き先に挙げたという、うん、那覇中の高校は感染者が多い大阪に行くという発想はなかったと県内に旅行先を絞り、3年生は10月13日北播磨のリゾート施設へ行った。だが隣の双葉中学校は1週間後の20日、生徒の要望が多かった USJ へ日帰り旅行した。僕らも USJ へ行きたかったのに行きたかったのに、はい、生徒たちの間で疑問が募った。生徒会は、旅行に参加した3年生にアンケートを実施した。那覇中が県内、双葉中が県外の旅行になったことに疑問に思いますか。対応が違うことの理由を納得のいくように説明してほしいです、そして叶うのであれば県外 USJ などに行きたいと思いますかという問い、いずれも9割以上の生徒がイエスと賛同しましたということでございますね。はい、これどうなんですか。いやこれはもうむちゃくちゃ偉いなと思って、この中学生どう思います。いやちゃんとこう不満があるわけじゃないですか、はい、USJ に行きたかったなっていう不満があるわけじゃないですか、はいはい、そうですね、ここでもう普通の中学生やったらグレるわけです。ふざけんなと思って、うん、こう教室を壊したりするわけですけれども、うん、この中学校はちゃんとこのなんて言うんですか、うん、民意を集めて、はい、これを教育委員会に報告するっていうことをしてるのがすごいなと思って、なるほど、非常に関心をしたんですよ僕、うん、いいニュースやなと思って、うんうんうん、あと個人的には僕は修学旅行は短い方がいいなと思ってたんで、はい、羨ましいなと思います。
日帰りやから。はい、もう最高です、日帰りとか。もうあの僕だからあんまり友達とかいなかったんで半分けとかも結構辛いんですよ。 あれみんなあの仲いい友達となるじゃないですか、はいはいはい、で友達がいい日にやつっていうのはこう友達がいい日にやつ同士で集められるんですね、はいはい、友達がいい日にやつっていうのはやっぱりこう友達を作るのが苦手やから友達がいい日わけですよ、うんうんうん、ということはそれたちで集められても別に友達にはなれないわけですね、はい、でも反行動しなければならない、うん、この辛さを1日しか感じなくていいっていうのはこれは校長も英断をしたなと思ってますね。なるほどね、はい、これリゾート施設に行く件についてはどう思われるんですか。リゾート施設とか最高ですよね。あ、そう。だって USJ やったら遊ばないといけないですけど、はいはい、リゾート施設ってことは多分スパとかもあるでしょ。あ、そういうことなの。1日スパ入ってられる修学旅行って最高じゃないですか。USJ なんか並ばないいかませんしね、それは、はい、で、なんか並んでる間もなんかおしゃべりとかせな気まずい空気になるじゃないですか、はいはいはい、スパはその点使ってりゃいいですから。でも使ってても目の前にあのあんまり仲良くない人おるんでしょ今。まあまあまあ、そしたらもう別の方向向いたらいいわけですから、こうやって、あ、こうですね、だから、うん、こう、あ、こうだから、だから全部スパ最高ですよ、はい、ああ、なるほどね、はい、ちなみにですね、えらい子たちですね、はい、一応市教育委員会も、後日学校に、近場で日帰り旅行をしてほしいと一律に求めたと書面で回答したそうですよ、はい、えらいですね、えらいっす、えらいっす、ちゃんと回答してくれるんですね、はい、校長先生は3年生の 教室を回り、市教育委員会の回答を伝えたと、はい、偉いですね、偉いです、偉いです。で、自身の判断で修学旅行先を県内に絞ったことは伝えなかった。はい、偉くないですね。そうなんですね、ちょっと校長先生嘘ついたというか、ごまかしてるんですよ。ごまかしたね。いや、いや、まあそういうことやったけどみたいな、なんかことですよね、だから。まあそういうことやね、はい、俺の判断じゃないよっていう。そうですよね、校長先生、当時は大阪に行かせたらダメだと思っていた。市教育委員会の回答を伝え納得してくれたかなと感じたと、はい、で生徒会の役員の一人、偉いですよ、はい、北播磨のリゾート施設は楽しかった、ただなぜ僕らが USJ に行けなかったのか納得のいく説明をしてほしかった。校長先生、もう受験に向けて頑張る時期なので改めて説明するつもりはない。としながら生徒からの求めがあれば話す場を設けたいと話した。このやり取りすごくないですか。すごいね、もうだって国会みたいじゃないですか。確かに。すごいですよね。確かに。このでちゃんとこの北播磨のリゾート施設を褒めてるとこが素晴らしいですよね。生徒ね、ちゃんと楽しかったなって言ってるのは、うん、いや一応修学旅行は楽しかったんだ。そうそう、それがもう素晴らしい。 俺たちは楽しい思い出があったんだ、配慮ができてるの。でもなぜ USJ に行けなかったのか納得いくしく説明欲しいと、はい、でも校長先生の方は、いや君たちには利権がある、はいはい、そんな説明なんかしてる間はない。そうそう、すごいです。もうこれでもこの中学生たちは多分あのこの国を変えていこうっていう気持ちができると思いますよ。できるかな、大人たちみたいな気持ちになると思うんですよ。ああ、なるほどね。多分ね、あのね、いい効果をこの校長は生んでると思いますね。ってことは玉山さん的にはこれを優しく包み込む最後の一言を言うとしたら、修学旅行は短くていいです。楽しみに待ってる人おると思うけどな、はい、いや僕も、まあ、短い方でいいかなって気はしますけどね。はい、なるほどな、はい、まあでもなんか日本の未来は明るいね。明るい感じがしました。なんかこの IOE の中学校の、はい、役員の方々の対応、ね、校長もかなりいい仕事してます、この件に関しては。言うたらまあごまかしてるけど、その感じがいいんですよね、うん、だから生徒会の人がちゃんとしようっていう気持ちを多分盛り立ててくれたと思うんで、はいはい、育ってると思います、この IOE の中学校は。なるほどね、素晴らしい。ぜひ、皆様、IOE のこの中学校に、皆様のご子息を入れられてはいかがでしょうか。はい、はい、ということで、たまたまこんなニュースを見つけましたのコーナーでございました。さあ、それでは関連項目で続き読みのコーナーでございますけれども、はい、玉山さん、前回どんな講談してくださいましたか。池田隼人さん、総理大臣の、はいはい、池田隼人さんの青春時代の話をさせていただきました。はいはい、はい、どんな話でございました。池田隼人さんが、旧制、高校時代ですかね、はい、熊本に張ったんですけれども、そこで、飲み代がかさみすぎて、うん、節約と飲み代を稼ぐために親の支援を受けて居酒屋を作ったんですけれども、うん、気前が良すぎて3ヶ月で潰れるという話をさせていただきました。はい、はい、ということで、私はですね、その、まあ、飲み会、はい、飲みまくる、お酒を飲みまくるという話を、はいはい、関連項目で続き読みをさせていただこうと思っております。はい、それでは関連項目で続き読みお楽しみください。時は
1214年、憲法2年の2月の3日、鎌倉幕府三代将軍源実朝は伊豆山系から帰ってくると、今でいうところの打ち上げ宴会を始めました。家臣の足立景盛などと一緒に飲み始めますと、杯が行ったり来たり、いやー、源頼朝様と北条政子様の愛を育んだ伊豆山神社、まことにめでたい。あのお二人の出会いがなければ実朝様もここにいらっしゃらなかったかもしれませんぞ。そらそうだ、父と母の出会いの場であるわい。これはめでたいめでたい。さあさあ、もっと飲め、もっと飲め。もう飲んで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 飲みまくった。さあ、明けて2月の4日、朝起きますと、源実朝頭が痛い。うわはははは、頭が痛い、気持ちが悪い。うー、吐いたりなんてしますから家来たちが驚いた。おい、すぐに火事祈祷を行ってもらうのじゃ。呼びつけられましたのが臨済宗の栄西和尚、鎌倉で一番の僧でございます。栄西様、源実朝様のご家事をどうかお願いいたします。うん、一体どうしたのじゃと話を聞くと、バカらしい、ただの伸びすぎ。火事祈祷などしなくても治る。こうして栄西が用意をいたしますと、やってまいりましたのが実朝の前。栄西か、よう参った、早く火事祈祷をしてくれ。実朝様、火事は必要ございません、これをお飲みください。目の前に出してまいりましたのが、これ抹茶でございました。なんじゃこのドロッとした緑色の液体は。これは茶でございます。茶というものはと、栄西の講義が始まりましたから。栄西もうよい、頭が痛いのじゃ、とにかくこれを飲めば治るのじゃな。はい、さようでございます、あとはこちらをご覧くださいと、実朝に献上いたしましたのが喫茶養生器。さあ、お茶を飲んだ実朝、すぐに楽になりました。はあ、これは素晴らしい、また飲みすぎた時には頼むぞ。かしこまりましてございます。この一件でお茶が急速に世の中に広まっていくのでございました。今日は源実朝二日酔いをお茶で治したの一席でございます。どうもありがとうございました。どうでした？いやー、二日酔いはお茶で治るんですね。治るらしいよ。いやー、僕昔からお酒好きですけど、お茶じゃ治らないですけどね。あの濃さが足らんの茶。濃くあ、そうか、ま、抹茶ですもんね。もうドロッとした抹茶らしい。あ、そうかそうか。あ、でもあのあれも効くんですよ、なめこ汁。だちょっと似てますよね。だからドロッとした抹茶となめこ汁、ズルズル飲む感じ。あ、胃にこうなんかその感じが バリアを張る感じね、はい、があるんかもしれないですね。はい、ほんなぜひあのバリアを張る、わかりました、イメージでお茶飲んでみてください。わかりました、はいはい、ということでございまして、来週はこの関連項目で続き読み、玉山さんにお任せしたいと思います、はい、というわけでこの配信は大阪北浜に立つ指定文化財青山ビルさんよりお送りいたしました。お相手は玉田玉秀斎と弟子の玉田玉山でした。どうもありがとうございました。